劇場版トリリオンゲームビジュアル&ティザー公開、目黒蓮&佐野勇との最強バディ再び。スノーマンの目黒蓮が主演、佐野勇とが共演した TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム。2023年7月期の劇場版、トリリオンゲーム、2025年公開、スーパーティザービジュアル&スーパーティザー映像が解禁した。さらに、今年2月から始まった撮影も3月末に無事に、クランクアップを迎えたキャスト&スタッフ陣のコメントも到着した。動画、劇場版、トリリオンゲーム、スーパーティザービジュアル。原作は、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の同名漫画、原作、稲垣理一郎、作画、池上良一。主人公である、世界一のわがまま男の春、目黒と、気弱なパソコンオタクの格、佐野という正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラーを稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる、前代未聞のノンストップエンターテインメントだ。連ドラでは、まだ何者でもない春と学が、資金ゼロ、事業計画ゼロの状態から起業し、ハッカー大会、EC サイト、花ビジネス、ホストクラブ、スマホゲーム、動画配信サービス、キャッシュレス決済と、あらゆる事業に挑戦。予想の斜め上を行く方法で成功を重ねていく、姿が毎回テンポ、よく、爽快感たっぷりに描かれた。前話を通して繰り広げられた巨大企業、ドラゴンバンクと覇権を奪い合う攻防戦は、最後まで目が離せないスリリングな展開となり、ついに最終回では、ハルとガクが、ドラゴンバンク買収までたどり着く。そのラスト、ハルとガクが2年後に再会するシーンでは、ハルが、俺らのロードマップの続きを始める、と、高らかに宣言。事業内容は明かされぬままドラマは幕を下ろしていた。ドラマから引き続き、原作、稲垣氏の監修のもと、完全、オリジナルストーリーでハルとガクの活躍が、大スクリーンで描かれる今作では、資金も会社も大きくなって、さらに、パワーアップを遂げたハルとガクが次に挑む事業は、日本初のカジノリゾート開発。そして、その前に立ちはだかる、これまで以上に難解な強敵とは、果たして二人は、1兆ドル、トリリオンダラーの夢を叶えることができるのか。このほど、劇場版のスーパーティザービジュアルが初解禁。ハルとガクが、目の前の大金や、カジノチップに顔を埋めるセクシーなビジュアルとなっている。甘い誘惑と思惑が渦巻くダークなカジノの世界に、飛び込んだハルとガクに、どんな危険が待ち受けるのか。ドラマとは一味違う二人の表情に注目だ。ティザー映像では、春のおなじみのセリフ、俺らのわがままは、世界一だ。の恋と共に、ドラマ主題歌、デンジャーリックに合わせ、春&ガクの二人が、ロードマップを駆け上がっていく姿を映した、疾走感あふれる仕上がりに。ドラマの回想シーンから始まる、本映像の中で劇場版の撮影風景も解禁。ドラマの最終回から物語が映画に続いていく模様も映し出される。映画のメイキング映像ではドラマからまた一段ギアを上げて挑む、スケールアップした現場での春&ガクバディの健在ぶりや真摯に撮影に取り組む目黒と佐野の姿が満載となっている。キャストコメント。目黒蓮。2023年にドラマから始まり、この度、トリリオンゲームの映画化が決定しました。トリリオンゲームの物語は僕自身、勇気つけられた大切な作品で、劇場のスクリーンで皆さんにお届けできるのがとても嬉しいです。何より僕自身もまた、
春や学に会える喜びでいっぱいです。稲垣先生、池上先生の作り上げる型破りなキャラクターやストーリーを演者、スタッフ一同大切に話し合いながら撮影させていただきました。ドラマより一層ダイナミックとなった劇場版トリリオンゲームを皆さん楽しみにしていただきたいです。佐野勇斗。トリリオンゲームの映画化が決まりました。嬉しすぎます。ハル君と共に世界一のわがままをぶちかましたいと思います。僕は振り回されているだけですが、笑い今回は世界に行っちゃいます。ついに世界進出。そして個人的には学の恋の行方も注目していただけたらなと。稲垣先生、池上先生が生み出し作り上げてくださったこのお話をキャスト、スタッフで熱い思いを込めて映像化させていただきました。ドラマを超える熱量とクオリティでお届けしますので、首を長くして待っていてください。スタッフコメント。原作稲垣理一郎。トリリオンゲームがいよいよ映画に。自分の原作作品が映画館の大スクリーンで見られるというのは初めてのことで、ものすごく喜んでおります。ドラマ版の主人公春くんは明るさの奥に闇があって、漫画から抜け出したのかと見まごうほど、いやむしろ逆に作画の池上先生が目黒蓮さんを見て描いたんじゃないかと思うようでした。佐野勇斗さんのお芝居もまるで3枚目かと思えばめちゃくちゃかっこよかったりもするという、まさに学くん。そして映画版、早速撮影見学させていただきました。このシーン、そうやって撮るんだという驚きの連続で、全カット、とんでもない情熱と手間がかかっているんですね。僕もシナリオを事前に拝見し監修させていただいたのですが、映画版ではさらにグレードアップした彼らの調和がままな大暴れゲームが見られるようになっております。完成を超楽しみにしています。作画池上良一。トリリオンゲームのドラマ化に続く実写映画化、僕の長い漫画家人生の中で夢のような出来事です。しかも目黒蓮さんと佐野勇斗さんが再び演じてくださるとのこと、本当に嬉しいです。ありがとうございます。お二人は外見だけではなく、春と学のピュアな魂までもドラマで演じきっておられました。人が人として熱く生きるとはどういうことなのか、映画ではさらに深く演じていただけると期待しております。目黒さんと佐野さんが情かもし出す春と学の魅力の虜となって、ファンの皆さんと一緒に劇場で熱く爽やかな感動に満たされることを楽しみにしております。実は先日映画の撮影現場にお邪魔しました。久しぶりにお会いした目黒さんがさらに凄みのある雰囲気を出していることに驚きました。輝きが増したような、この第一級のエンターテインメント作品をぜひ楽しんでください。よろしく。監督村尾芳明。また春と学にスクリーンで会えると聞いた時は素直に嬉しかったですし、ワクワクしました。日本初のカジノと聞いた時はさらにワクワク。原作にはない完全オリジナルストーリーなので、良い意味で漫画にもドラマ版にもなかった映画らしい二人の活躍を見ていただける物語になっています。私自身初の映画監督でしたが、春と学についていけば大丈夫と思って気負わず自由に撮影できました。本当にめちゃくちゃでかっこいい二人が見れる映画になっています。
このビジネス界のヒーローから夢を持つことの楽しさやチャレンジ精神、明日への活力が伝わると嬉しいです。